ウエスト、今日はですね、ギラバンツ北九州がコラボ商品のレトルトカレーをですね、もうパッケージとかも作って売ってもいたんですね、一回。その段階でその作ったレトルトカレーを販売中止にするっていうことが起こりまして、でそのレトルトカレーのスポンサー企業さんなんですかね、がやっぱりもうパッケージも作って、お金もかかってるでしょうし、その、まあ、作るまでにね、話し合いも行われて、まあ、売られたものだと思うんで、それで中止って言われて、もう今後一切ギラバンツを応援しませんという風に言われてたっていう件ですけども、そのなんか販売中止の理由がなんかツイッターで見たんですけど、前例がないからっていう理由なんですね。ちょっと意味わかんないですね、その理由が。まあ何ですかね、誰に何を言われたのかわかんないですけど、まあ、作るまでに、まあ、パッケージを作るぐらいですから、ちゃんと話し合いもされていて、サンプルなども出来上がって、それもチームに見せていると思いますし、その上で OK を出して作るっていうことになっていたと思うんですが、まあこれは怒っても仕方ないなと思います。でまあ J リーグのフロント営業だったりはですね、まあまだまだ、まあ、プロのチームにあるプロのチームなんですけど、その辺の人たちっていうのはまあやっぱり社員としていますし、高い給料も、まあ、ほとんどはもらってないと思うんで、そこでまあいい人材を確保するっていうのも難しいというかね、そういうところが大事だっていうのを、まあ、チームっていうのはあんまり分かっているチームっていうのは少なくて、まあ、そのチームに入りたいとか、そのチームが好きだっていう理由で入った人だったり、まあ、元からいた社員さんをずっと使っていたり、まあ、そこのなんだろうな、入れ替えだったり向上心っていうのはなかなか見えないことが、僕はいろんなチーム行ってきたんですけど多くて、まあ、やっぱりプロのチームである以上はその辺も、ね、その道のプロを採用するべきだなと思いますし、とてもファンの皆さんのためにもそうですし、まあ、チームの、ね、スポンサーさんとも関わる仕事ですので、チームにとっても本当に大切な、まあ、選手よりも大切と言ってもいいほどのポストなんで、まあ、そこはしっかり考えてほしいなと思います。僕も実際、まあ、そのチームの担当者の態度が悪くて、まあ、スポンサードの話がなくなったりするっていう話っていうのは、まあ、何個聞いてますし、今までもなんかこうなんだろうな、まあ、その地域ではやっぱり J リーグのチームって言ったらちょっとねチヤホヤされるっていう場面も多いと思うんで、その点でちょっと勘違いをしているのかわからないですけど、上から目線の営業というか対応がまあ多いんじゃないかというか、そういう話も聞いたことはありますね。はい。まあ、そういう点でなんかこう川崎フロンターレなんかは、僕は外から見てたり、まあ、川崎フロンターレの試合で、まあ、知人を招待した時のスタッフの対応であったりがいいっていう話を とっても聞くんで、まあ、その辺はしっかり考えてというか大事だなという考えがあるんだなと思います。で彼らがね強くなったっていうのも、その辺の、まあ、フロントがしっかりして応援してくれる人が増えて、それで強くなったんじゃないかなと思います。強くなってその辺が増えたっていうよりは、やっぱりそこが最初なのかなと感じていますね。で名古屋と浦和レッズの間でもなんか問題が起きているみたいで、そこもまあ今までのアウェー席のとは違う多分席だったんですよね。アウェーの、浦和レッズのサポーターが見る席っていうのが2階になったのかな。ちょっとそれ、ちゃんと覚えてはいないんですけど、その時の名古屋側の対応が、直前試合直前になっても
対応されなかったということで、まあホームチームがそこら辺のね来てくれるお客さんに対しての対応を行うっていうのはまあ当たり前のことだと思うんですけど、まあ、そこでね試合前にも裏サポーターにとっては疑問が残ったと。で試合後に浦和サポーターの違反があったとか、暴力行為があったということで名古屋側が発表したことに対して浦和のサポーターが怒っているという感じなんでしょうかね。まあその他のチームがそこの横断幕を掲げて良かったところ、浦和は掲げられなかったとか、まあ浦和だけちょっと見る場所が違うとか、まあそこに関してはやっぱりホームっていうのはホームのチームを有利に進める上でね、そのホームチームがいろいろ考えるっていうのはいいことだと思いますし、まあそれがあまりにそのアウェイサポーターにとってなんだろうな、まあ安全性だったり見づらいとか、それがあまりにひどいとね、それはまた興行として違うかなと思いますけど、まあホームチームに有利な風にするっていう上では、まあ浦和レッズのサポーターの皆さんの応援っていうのをそれだけね脅威に感じているっていうことなので、まあ、そこは誇っていいと思うんですけど、まあ、それと、まあ、来てくれるねそのアウェーであってもサポーターの皆さんに対してのチケットの対応とかっていうのはまあ別の話ですし、まあ、応援をやりづらくするっていうのはありですけど、来てくれることに関しては、感謝の気持ちを持って対応しないといけないのかなとは思いますね。でそこで暴力が、まあ、あったかどうかっていうのは本当にまだ定かではないのかもしれないですけど、まあ、裏側としてはね名古屋に対して、まあ、今後の改善をしてもらいたかったっていう感じなんでしょうけど、まあ、しっかりと全ての経緯をね見れているわけじゃないんで、これ以上は分からないんですけど、まあ、どっちの問題にしても、まあ、営業だったり運営っていうのはまあ、チームにとって本当に選手以上に、まあ、選手と同じぐらい大事なポストだと思うんで、まあそこの人選だったりそこに対する待遇だったり、はしっかりやっていってほしいなと思いますね。まあ、それがやっぱりチームの強さにもつながっていきますし、まあ、引いては J リーグの良さにつながっていくと思うので、その辺は J リーグ全体で考えていくべきなんじゃないかなと思います。では今日もありがとうございました。